えず今道はこんな感じですタイヤ、まあ、下は見えてる感じなんですけど、どこどこなんかあの雪が残ってる感じ、押しつぶされたようなやつが。今空車なのでこんなんでも結構普通に滑っちゃいますね。とりあえずもうこの状況なので、とりあえず黒部インターへ向かって走っていきたいと思います。いやー、雪道は大変だ。とりあえず8号はこんな感じで大丈夫なんですけど、ただライブカメラで結構追っていくと、富山のあたりとかはもうなんか白くなってきているんで、もうシャーベットみたいな感じになってるところとかもいろいろあったので、もう今日は高速行きます。もうこれは下道を走ってなんて行けません、ね、とてもじゃないけど。怖すぎますね、本当は。てか高速もね、普通にね、なんか怖い感じになってるんですよ、実は。タイヤのとこだけ見えてるだけとかね、なんかシャーベット状になってたり、そんな感じになってるので、ちょっと高速だからって言って、ちょっと今回は安心できる感じじゃない路面状況になってる感じがします。除雪のあれで道幅が狭くなってるから、これまた大変なんですよ。これね、雪国あるあるですけどね、この今この状態だとまだあれですけど、これ1日とか2日経ってこんな氷の塊、石ですからねバンパーとか当てたら速攻でバコーンへこみましたよ。柔らかいうちはいいんですけどね、潰していけるんで、もうカチカチになっちゃうんでね、これ。なんで本当はもうちょっとあの目いっぱい寄せてもらえるとありがたいんですけど、乗用車で通る分にはね、このぐらいでも気にならないですけど、やっぱりトラックになると幅いっぱいなんで、対向車にトラック来るとね、結構あ、もうちょっと広いとありがてえなみたいな感じになるんですよね。で、僕らのバンパーのとこに変な角にプラスチックであのついてるやつがあるんですよ。え、何なんでバック式だ。あー、行き過ぎだ生コンション行き過ぎちゃった感じ。おお、ここやったわみたいな感じだったよね、今ねすごいな、これ横殴りの雪が。そうそう、何喋っとったっけ。あ、もう何喋っとったか忘れた。今の生コンシャのバックで忘れた。まあそういうことです適当すぎるか。まあそういうことですね、みたいな。まあ、このぐらいのあれ感じならね、全然止まっても全然問題なくいけると思いますけど、まあ、ちょっと雪が下にやっぱ残ってると結構空車の時はきついですね。本当すぐ空回りしちゃって、僕の会話と一緒ですねうるせえか本当うるさいよね。これでもこんだけ横からか、あ、何雪降ってると、あれ信号とか見えなくなっちゃうね、くっついちゃって。今は特に LED だからね。でも結構なあれじゃないですか、除雪ね。どうなんだろう、この雪がいつまで続くのかなって感じですけど、とりあえず今日は多分一日雪マークなんで、
今日はもう降りっぱじゃないですかね。今多分、今はどうかな、夜っていうか朝方とか大雨じゃないわ、大雪警報出てましたけどね。この黒部近辺も大雪警報なんてなんか携帯に入ってたんで、ね、勘弁してよって感じですよね。道が狭いからありがたい、あのトラックちゃんと避けてくれたね。今めっちゃ助かるね。ちゃんとね、左にいないこと確認してこう寄ってくれたからありがてえ。さすがトラックのうんちゃんだ。車で雪道怖すぎるやろ本当に。まあまだこの道がさ見えてるからまだいいけど、空車で雪道ほんとやめてほしいわ。やめてほしい言うてもしゃあないですけど、あれやっぱ信号見えんくなっとるやん。赤か、ああ早すぎるよこれ。ほんと止まったらダメだな、もう全然滑るよな。滑るよこれは完全にね滑り倒してまうんじゃないですかこれは。っていうか降りすぎでしょこれ本当に。まあ雪国はこんなようなもんですね本当に。今さっきね会社の人と出会ったんですけど、会社の人はあのいつも行く峠のあたり、あの辺から今来たみたいなんですけど、下ろしてなんかそこまで積もってねえぞって言って、なんかうっすら、まあ道は白いけど こんなには積もってないって今言ってたんですけど、ただ道はもう白くなってるって言ってましたね。ただやっぱこのこっちの方がやっぱ北陸が結構降ってるみたいですね今回。ライトつけなきゃいけない、そやさっきライトつけなきゃって思ってて忘れてた。とりあえず高速乗っかります。さあ高速がどんな状況になってるんだ。嫌だな雪道本当に。何なんだろうねこれ、何なんだろうって言っても仕方ないですけど、これが仕事なんで仕方ないですけど。本当あれですね、僕はトラックの仕事してて唯一冬場だけですね、このなんかちょっとこの仕事が嫌になる時って、本当冬のこういう雪の時だけですね。その時だけこの仕事がちょっとだけ嫌になりますね。怖っと思って。それ以外は全く僕はねこの仕事好きなんで何にも思わないですけど。
あとりあえずこんな感じで、まあ、あの白山の方へ向かって走っていきたいと思います。あーなんかガラスがちょっとあれやったな、もっと早うフロント温めておけばよかったかな。じゃあとりあえず走ってきます。高速も真っ白になってしまいましたね。白くなってきた。どんだけ降るんだこれ。とりあえず荷物を積みたいね。とりあえず早く荷物を積みたいね。これは。まず第一はそこやな。荷物を積みたい。ずっと多分除雪の人走ってるんだろうね、夜からね。まあ交代とかねしてるとは思いますけど、ずっと走ってるんだろうね。じゃないとこんなに綺麗な状態保てないですもんね、道。本当感謝ですね。あ、除雪が入ってくれてますね。めっちゃ綺麗に書いてってくれるね、除雪。ありがたいね。とりあえず後ろが全然来ないから、そっちが心配。後ろが来ないから、そっちの方が心配。あ、後ろ乗用車来た。乗用車ハザードを早く焚くんだ。すごいね、後ろの乗用車はみんなハザード焚かないもんね。その後ろのトラックは焚いてるけど、ハザード焚かないもんね。怖いよね。あ、今一番後ろの、あの乗用車はハザード焚きましたね。ねえ、やっぱこんだけこの状況ではしっかり焚いた方がいいですよね。いや、こんなに綺麗にしてくれるんだよ。さっきまでね、タイヤのところぐらいしかなんかこう、タイヤのところもなんかもうシャーベットになってた感じですけど、まあとりあえずあのついて走ってって白山の方向かってきますね。
をしてくれ、加速を。入ってくるなら加速をしてくれ。これは白山までずっと雪っぽいっすね、多分。前の車速くなったり遅くなったりするから怖いなと思って抜かそうかなと思うんですけど、なんか抜かすとスピードいっぱい出さなきゃなしなと思ってなんか大変やな。今電光掲示板に東海北陸道が飛騨清見から郡上八幡あたりかなだったかなまで雪で通行止めになってましたね。頼むで清見までは行けるようにしといてよって感じですけどね。清見まで行けなくなっちゃったらまた41号を、ね、走っていかなきゃいけないので。しかしすげえ雪やな。また降ってきたね。あ、橋の上とか風が強いから怖いね。おお、すごい横からの風が。どうですか皆さん、怖いっすよね怖いっすよね、本当に雪道なんなんやってくらい怖いっすよね。こうなんか下が踏み固められたガタガタのやつってなんか邪魔くさいっすよね。あれね、ハンドルあちこち取られるし、そのガタガタ嫌ですよね。風当たりが強いぜ世間の風当たりが強いぜ。これはうるせえな、本当うるせえな。そんなこと言っとる場合じゃないですよ。これはこれ白山着くまでに疲れちまうな、これ本当に疲れちまうぞ。これはあんだけ走ってくね。あれ後ろのタイヤのなんていうのフェンダーつけてくれてるからいいっすよ。僕がつけてないトラックは雪をバーッと弾いて、ノアが本当新車で来た時にこう雪の塊が降ってきましたよね。ガラスのとこにバカーン割れるんじゃねえかと思って、本当にフェンダーぐらい巻いててくれよと思いましたもんね。いやー、この辺からはまた雪がちょっとあれかな、多くなるのかな。なんか山に積もった雪がいい感じっすね足に大丈夫か、ほら清丸駅です。ほら見よう、
今当たったか。ちょっと待って、警察を呼ぶかなんかをするで。ちょっと待ってね。危ねえな。もうちょっと前行くか。よっしゃ、ちょっと待っとって。よいしょ。今、あ、やばい、走った。今運転手さんのとこ行ったら、僕のトラック当たったって聞いたら当たってないって言ってたんで、あーギリギリかわせました。あー怖えってマジで。で今一応あの三角のああいうの出しといた方がいいよって言って、危ないでって。で中の人たちも怪我は全然してなかったんで、もう大丈夫ですんでってことだったんで、あー焦ったぜ。だからあんに飛ばすと、もう飛ばしすぎだって思ったもん。やっぱり明らかにスピード速かったもんね。危ない、危なく突っ込むとこやったね。あれスピンした後にこう車ってバックするんで、最初左抜けようかなと思ったけど、あこれバックしてくるかなと思ったら、そこで止まりましたね。いやいやいや、ギリギリかわせたな。マジで飛ばしすぎだって、あれはいくらなんでも。おお、まあ中今あの聞きに行ったら、あもう全然大丈夫だし、あの問題ないですなんて言って、問題ないですってことはないですけど、もう終わりですけど。一応僕のトラックが当たってればあれですけどって言って言いよったら、あの当たりはしなかったですって言ってたんで、ギリギリリアのタイヤギリギリだったっぽくって、よかった。よっしゃ、とりあえずまあここからまだあの大矢部のねあたりとか、ちょっと山の中雪が多分多いであろう場所も走っていくんですけど、まあ、とりあえず白山の方にね、積み込みに行っていきたいと思います。はぁ、あ、まあ、怪我なさそうだったんでよかったっすわ。まんだね。なんか、すげえパチパチ言うのが降ってきた。チェーンを巻いてきました。
なんとか動いたね。暑い、汗めっちゃ出る。ちょっと窓開けよう。暑い。これはチェーン巻いて正解やったかもしれんね。この道はすごいもんね。さすがに空車であそこに止まるともう無理ですね。動かない。ちょっとした勾配なのにもうツルツルツルです。今あの前にいる警察の方が後ろあのつけてくれて、でもうチェーン巻けば動けますってことで後ろをあの誘導してくれてありがとうございます。あー助かった。ちょっとチェーンが割と雑にかけちゃったんで、大丈夫だとは思いますけど。ここはまだアップダウンがいっぱいあるから、多分これの登らなくなる車もいるよ。こんなことやったら。僕がチェーン巻き終わった頃に一回開墾が僕の横でくる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 回ってたんですけど、多分あの車はデフロックか何かついてるのかな。そのまままた上がってきましたね。もう僕のはデフロックないからもう回っちゃったら最後なんですよね。はあ、疲れたよ。ほら、波乱続きだな、これ薬用は、やっぱり。なんかこれ、あ、言ったっけ、何の渋滞って聞いたんですけど、事故かなと思って聞いたら、あの除雪渋滞だって言ってたんで。
ず今パーキングでチェーンだけ外して、まあ、今道は出てるんで、出てるんやけどまためちゃくちゃ降ってきたけど、まあ一応道出てるんで、ああひどい目こぎました。これはひどい目こぎました。よし、とりあえず積み込み行きましょうまだこれから積み込みなんでね、ちょっとそこら中であの事故で高速が怪しい感じになってきてるんで、まあちょっとどうなるかってとこですね。まあとりあえず積み込み行ってきます。